おはようございます。成田です。えっ、ー、と、今日は価格、ヴィンテージ家具の価格についてお話ししたいと思います。えっ、ー、と、価格っていうのはヴィンテージ家具、ま、アートもそうだと思うんですけども、二つあると思うんですよね。マーケットプライス、市場の価格、それとオークションプライス。これはね、実は全然違うんですよね。そこを皆さん理解しないとなかなか 価格の判断っていうのができなくなると思うんですよ。よくうちのお客さんでも、前オークションでこれだったからこれで売ってくれよとかね、そういうのもあるんですけども、そういうのがね、なぜマーケットプライスと、なんだろう、オークションプライスが違うかっていう理由もご説明したいと思います。えっとですね、まずオークションプライス、簡単に言いますと、その場で価格が決まる。そういうことを理解してください。 要するに何人かの人で競りを行われます。エスティメートっていうのは評価額。だいたいこのぐらいなんじゃないですかっていうのがエスティメート。そこを目指して皆さん入札をするんですよね。でまた出品する方もエスティメートの加減、エスティメートっていうのは幅があります。5万ドルから7万ドルなど。それでまあ、 出品する方はこの価格なら売ってもいいよっていう最低落札価格をだいたいエスティメートの加減の8割ぐらいに設定するんですよねもちろんエスティメートの加減が最低落札価格っていうこともあるんですけどもだいたい最低落札価格に入れればオークション会社はそこで取引は成立させてくれますあとはどのぐらい伸びるかっていうのは市場の盛り上がり だからまあどうしても欲しいなっていう時はエスティメートの最低の額までは予算がないと入札してもパス、ロットがパス、流れちゃうっていうことがありますよっていうことを理解してほしいんですよね。それでオークションでの競りで決まる価格っていうのは実はそこまで参考にならないです。お金持ってる方が2人で競ってしまったら2倍にも3倍にもなる。その方がどれぐらいの熱量で そのものもを手に入れたいかっていかとうことで価格が決まりますそれに対してギャラララリーーププイイススマーケットプライスですねそこにはやはりギャラリーの格あとはそのセンスとか箱の維持代とかももちろんそうなんですけどもあとはアートフェアに出店するとかそういうこともそうなんですけどもあとはまあ一番重要な重要なのは持ってるお客さんの層ですよね。 そこにアプローチしていくそういうギャラリーとしてのプライスが含まれてますだからそれは本当同じものであっても世界中のギャラリーを見ると値段の差があるのは当然のことですそのギャラリーに対してお高い安いっていう判断するのもどうかなと思うんですよマニアになってくると価格をいろいろ調べるじゃないですか それでまあ一番安いとこで買おうっていうのはもちろんいいことだと思うんですけども何の世界もそうなんですけどもその店にお客さんがつくんですよねあれこれ検索していろんなとこからつまみ食いしているようなマニアの方とはね実はあんまりこのお店っていうのは付き合いたくないんですよねもう詳しいなら自分でやればいいじゃんっていうそうじゃなくて おお店にお客がつくここでもう買うって決めたらそこでずっと買うそういうお客さんっていうのはやっぱりギャラリーもね優遇してくれたりいろいろなメリットがあるんですよよくあの、まあ、ほとんどのギャラリーが価格はお尋ねくださいになってると思うんですけど正直言いますと人によって価格違います何度も買ってくれる方はもちろんそれなりの安い価格 安いっていうのも変ですね。少しこう、お勉強した価格を提示してくれたりします。そういうもんなんですよね。やっぱりコンピューターではなくて人、人がギャラリーは運営しているので、人と人との商売っていう、なんつったらいいんでしょう。本当にその本質的な根本的な人の心の探り合いみたいなところがやはりありますので、一元三プライス。 何度も買ってくれる人プライスそれは全く違うと思ってくださいうちの場合はあの人からお預かりして値段をつけてますのでそれは査定額とあとはまあ,あのこちらの販売価格は均一に何パーセントって決めてますので価格を表示してます、まあ、なかなかこのビンテージ家具で価格を表示してるギャラリーお店って少ないと思うんですけどうちの場合は 表示してます。プルベのスタンダードチェアに値段が乗ってるお店なんてほとんどないんじゃないですかって今思うんですけど、まあうちもあのイタリアのものは仕入れてますので、それなりにあの乗せてます。うちの自信というか、これは俺が仕掛けてるんだから、文句言うなよみたいな価格をつけてます。別に買う、あの、買いたくなきゃ買わなくていいっていうようなね、そういうプライスももちろんつけることありますし、 あと僕の場合は非売品はないので何でも見せたものは売っちゃいます。だいたいまあどんなお店でも非売品ってあるんですよ。そのお店の顔になるようなね。そういったものはあの値段ついてなかったりするんですけど、うちの場合はだいたいつけてます。まあ、それでもそういうものに対してはやはりあの価格は高めに設定しますよね。それでももう買ってくれるんならそれなら手放しますよ。 そういうことが僕はフェアだと思ってます。で、まあ先ほどの話に戻りますけども、じゃあどこで買ったらいいのっていう話になるんですけど、まあ一番はね、あの、マニアの方は別として、マニアの方はもうあの僕は自分で、ご自身でオークションも購入されるのがいいと思いますし、いろいろなことをご自身でやられるのがいいと思います。 そうではなくて、僕の場合は比較的うちのお客様って入りたての方が多いんですよね。7割ぐらいはこれから新しくビンテージ家具を買ってみたい。そういう方がおかげさまで多くて、それなりのケアも僕は必要だと思ってますので、うちで販売したものに関しては、まあトラブルももちろん古いものですのであります。そういう時はね、あの、誠心誠意いろいろやれることは全てやりまして、 それで納得してもらおうというようにしてます。そういうところも含めてプライスがついてます。届けて不具合があったら、じゃあ最初の修理はうちで費用を負担しましょうとかね。あとは、あのまあ、そういったこともきちっとやってますので、ご安心して。ギャラリーで買うっていうことは安心プライスだと思ってくださいね。そこに安心料とか、あのいろいろ教えてもらえる 事業料。まあ、そんなこと言ったら失礼ですけど、そういうことも入ってると思ってください。いろいろね、やっぱり買ってくれる人には教えます。これはこういうことで、こういう風なアイテムで、過去にはとか詳しい、もう聞かれたことに関しては全て答えます。それに対してオークションっていうのは基本的にセールその日だけですから、その後のことに関しては一切責任を持ちません。届いたものが、 あれれーってなってもう自分で保険会社と交渉したり大変なんですよまあまああれ届いたのにぶっ壊れてるってなった時オークション会社は責任取りませんからね基本的に運送会社とやり取りをして運送会社と保険の件で話してくれもうあの責任転嫁の文化なんで海外はオークション会社は売るところまでそこから輸送に関しては 一切責任を持ちません。運送会社とお客様、落札者様で全部やり取りをしてください。それにおいて破損があった場合は、オークション会社は一切責任を取りません。そういう感じですからね。それで、コンディションリポートも取ってないのに、商品が到着した時に、これはこうじゃないかってクレームをつけても、オークション会社は一切掛け合ってくれません。新聞のことに関して掛け合っても、オークション会社は大体は、 うちのものもは本物だって通しますそこでオークション会社がね覆しちゃうなことをしたらもう大変なことになりますからだから昔も話したと思うんですけどオークション会社ってオークション会社の来歴があるものを好むんですよね責任転嫁ができるからいやいやうちの前は このオークションで販売されたものなんで、じゃあうちはそこに問い合わせてみますね。そうすると、問い合わせられたオークション会社、いやいや、うちの前はここなんで、ここに問い合わせてみますね。っていうのでね、そういうのはもう全スルーです。<laughs> 残念な話ですけど、オークションで買うっていうことは、そういうことも責任を持って入札をするっていうことなんですよね。でまあ、オークションっていうのは、あとは、あの、 その場所とも即断即決で決めていかなきゃいけないので、まあ本当にそういう能力がないとね、購入できないです。それに対してギャラリーっていうのは、一週間考えさせてくださいって言ったら、一週間考えさせてあげる、こう、なんだろう、余裕があります。その間に質問を受けたり、実際物が見たかったら、 あのどうぞ来てくださいもしくはこちらからお持ちしてお見せしましょうかとかねそういう交渉もできますまあまあね安心なのはギャラリーで買うことなんですけどもそれで慣れてきたらそのギャラリーに足りないものをオークションで落札してもらったりするのがいいんじゃないかなって僕は思ってますこれからねオークションシーズンが始まるんですけどもやっぱりオークションで買うっていうことは リスクももちろんあります。輸送のリスクもそうですし、ただ、オークションで買うっていうことは、診断が必ず保証されてると思ってください。下手にギャラリーで買って、その、まあ、日本のギャラリーで買うとしましょう。それどこで仕入れたのって言って、答えられない人は、そのものを買わない方がいいです。特にフレンチのものは。もちろんそれが本物であったとしても、 仕入れ先を教えてくれないようなとこはもう信じない方がいいです。ひょっとしたらその仕入れ先が偽物を作ってるところかもしれませんしね。僕の場合はこれどこから仕入れたのって言われたら全部公表しますし、イタリアの家具は今全部イタリアのオークションで購入してますし、全部が来歴がきちっとあるものです。要するに責任転嫁ができるものしか僕は預かってません。<laughs> ずるいですよね。 いやいやいや、まあまあ別として、ちょっとまあここからちょっと余談を話しましょうか。せっかくだから。えっと、最近はギャラリーもただヴィンテージ家具を並べるだけじゃなくて、結構その、なんだろう、センス的なものを見せるようなギャラリー、そのギャラリーの色を出してきているものが多いと思います。まあ研究者たるパトリック・セギャンとか、ああいうところはもうそのフレンチのものをドドーンっていくっていうのはあり。 デンマークの DMK のようなお店もありだと思うんですけど研究者ではなくてセレクトセレクトショップですよね言ってみればヴィンテージ家具のそういったところもね見てるとやっぱ綺麗なねギャラリーあるんですよね僕が好きなこれは LA のギャラリーハーフもうねいろんなものがあるんですよ本当にね北欧家具があったと思ったら ロール,ルーツバールコーヒーテーブルジャパン1930年代とかがあったりねすごくないですかもう世界中のいろんなものがねこのギャラリーには集まってるんですよもちろんあの北欧以外のものフレンチのものもここは結構あったりするんですけども それにね、こう、なんだかこう、自分たちのセンスで仕入れたようなものをね、組み合わせてるんですよね。おしゃれですよね。まあ、なかなかこういうものをね、使いこなすっていうのは非常にハードルが高いと思うんですけども、いいですよね。まあ、これに似た感じが大阪のスワンキーシステムズ、坂本さんのところ、坂本さんも世界中を自分の足でね、 旅をしてそこから仕入れてくるものは本当に彼のセンスの塊ですよね。ほらね、こう素晴らしいんですよね、ギャラリーハーフってね。お店のコーディネートもすっごい綺麗でね、行くと結構こうグッとなるんですよ。僕実は、えー、と夏にジョージ中島のものをババンと売りました。それと僕がが最近好きなのがここ ニューヨークのギャラリー、レイゾネ・ニューヨーク。これ、この前行った時にね、アポイント取るの忘れちゃって、行けなかったんですよ。<laughs> まあね、ここの彼はねあの、お金も持ってるし、センスもあるし、すごいんですよね。スカルパのものがあったと思ったら、ペリアンもある、マリオ・ベリーニもあるし、ピエール・ポーリンもあるし。 まあ、ね、いろんなものあるんですよ、くらまたさんももちろんあるし、プルーベもあるし、一級品と、まあ、そう、うんっていうようなものの組み合わせが本当に素敵まあね、ありますよね、ちゃんとしたググッとくるようなものもね、皆さんね、ただね、この方、スタークもあるしね、ググッとくるようなもので、金持ちを集めておいて、そこにセンスをね、落とし込む、そういう方なんじゃないかなと思います。 ソッと刺すのものがねダダダダダダンってあったりすごく綺麗ですよねペシェもあるしもうほんといろんなものがありますただ一貫して言えるのはセンスがある <laughs> セレクトが分かってますよねすっごく超ハイエンドなこともやればそうじゃなくて価格はそこまででもないんだけどこれがここに入ったらおしゃれだぞっていうようなものをスッとね 入れてきますよねすごく素敵なギャラリーだなーって僕は思ってます倉町さんもありますねガエオレンティもあるしドナルドジャットもありますよ本当綺麗なギャラリーですよねいつか行ってみたいななんて思ってるんですけど <laughs> はい、まあそんなことで結局物を買う時にはやっぱり価格っていうのが重要になると思うんですけども 価格より物ありきでセレクトしていく方がいい感じはしますよね。よくオークションで、あとこれからオークションシーズン、私に依頼をいただける方は予算を伝えてください。で、予算で僕計算しますので、これ、いくらで落札できますって言われる質問が僕一番困るんですよね。いくらで落札されるか分かったら僕、大金持ちになってますからね。<laughs> そうじゃなくて、あなたがいくらで欲しいですかっていうところを教えてください。もちろんあの、いくらぐらいで買うのが妥当ですかとかね、そういう質問は受けますけども、いくらなら落札できますみたいな、そういうのはちょっと難しいですよね。いやいや、5万2万ドルのものに5万ドルできます入れれば落札できますよとは言うんですけど、なかなか具体的にしてほしいですよね。 ななんかなんとなく価格を聞くなんとなく価格を聞く自分の持ち物だったらいいんですけどオークションでなんとなく価格を聞かれても先ほど言ったようにその日の2人のリーで価格っていうのは大きく変わってしまったりするので何ともこうねいくらで買えますっていう質問にはお答えづらいというね <laughs> できるだけフレンドリーに行きたいんですけども なかなかそうもね、こう、文章だけだと、こう、ギスギスしちゃってね、嫌なやつだなって思われるんですけど、やっぱなんかこう、事実は伝えないといけないんで、その価格では買えません。<laughs> 予算はいくらですかって、僕は結構、最初にズバズバーって言います。じゃないとね、お互い時間のやりとり無駄になっちゃいますからね。まあまあ、そんなところで、これからオークションシーズンも始まりますので、ギャラリープライスと、 オークションプライス、その2つが存在するっていうことを理解しながら物を買っていくとよりいいと思います。それではどうも失礼します。